馬領の戦いは、中国の戦国時代にあたる、紀元前342年、儀と蔡が激突した戦い。聖の圧勝に終わり、真の後継者として、天下の破国タランとした儀はこの戦いを境に、推備してゆき、蔡は、旗と並び大陸を二分する大勢力へと、成長してゆく。儀の将軍の方剣は、若い頃は、孫品と机を並べ標法を学んでいた。 同門であった孫悲が奉顕の招きを受けて、触覚として義にやってきたとき、以前から自分の才が孫悲に及ばないことを知っていた奉顕は、地位を脅かされることを恐れ、孫悲を罠にかけて冤罪に陥れた。そのため孫悲は、の刑に処された上、面に刑を入れられて国中に遊兵された。その後、聖の死者が義に来たとき、 孫貧は計略を用い密かに使者と面会し、共に義から生に脱出した。こうして孫貧は、清国の軍師となり、封建に復讐する機会を待った。藩は、勝ツラ領の戦いで、義が敗退したのを見て、再と結び義と戦うことにしたが義軍は想像以上の、底力を見せ、藩は義と5度戦って5度負けた。逆に、 義に滅ぼされそうになった藩は生に援軍を求め、生の意をは信頼する孫品を師匠として派遣しようとしたが、孫品はこれを断って滝を推薦した。滝を将とする西軍は臨死を発して義に攻め込んだ。このため官にいた義軍は慌てて義に引き返したため藩は救われた。孫品は義の領内に侵攻した西軍に撤退を命じた。退却に際し、初日は、 ロエ英地に10万人分のヘッツイを作らせ、翌日は5万人分のヘッツイを、その次の日は2万人分のヘッツイを作るように命じた。西軍を追撃する義軍を指揮する法権は、ヘッツイの数が減っているとの報告を受け、戦意の低い西軍は、脱走兵が続出しているのだろうと考えた。そこで法権は、一刻も早く西軍を捕捉して撃破しようと考え、不評部隊を残して、 騎兵隊のみを引き、昼夜剣行で急行した。孫貧は、義軍の進行速度から、夕方頃に凶愛な、馬梁の地に至るだろうと予測した。そこで、馬梁の街道脇の大樹の木肌を削り、白木に墨で、宝剣この樹下にシすと対処し、周囲に石弓を持たせた一万の兵を伏せた。副兵には、夕闇の中で火が灯るのが見えたら、 その日めがけて一斉に矢を放つように命令した。果たして義軍は日没後に馬領に到達し、指揮官の宝剣は道端の大木に何やら字が記されているのを見つけたが、すでにあたりは暗くてよく見えない。そこで松明を持ってこさせ、火をつけて字を読もうとした瞬間、周りから一斉に矢が飛んできた。宝剣は満身に無数の矢を受け、 ついに樹脂の名をおなせりと叫んで絶命した。将を撃たれた義軍は混乱に陥って大敗し、大使猿は捕虜となった。最軍の司令官として先行を挙げて外戦した多岐であったが、最小の数期の残限によって異様に範囲を疑われてそのまま素わえに亡命することとなった。名称の封建を失った義はこの戦いを境に国力が衰微し始め、 旗の侵略を防ぎきれなくなって、後に、義の慶応は、漢の将校と共に、生に従属することになる。孫貧もこの戦いで復讐を終え、歴史上から姿を消した。一説によると彼は、標法書を残したとされている。人物中国の歴史に諸子百科の時代マイナス。修営者、1987年、ピアニッシも、114から119。ありがとうございます。